皆さん、ぜひ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 私と一緒にですね、このワーレスキューに参加してほしいと思って、ちょっとメッセージさせていただきます。このワーレスキュー、何のために私たちはこれを作ったか、それはえ日本のウェルビーイングが一番いい状態でどんな時もあるように、えー、そのために作りました。ターゲットとしている分野は防災。 それから災害対策です、えー、私たちは今こうして平時の時にどんなに元気にどんなに楽しく過ごしていたとしてもやっぱりこの天変地異があったりですとか予期せぬですね災害に見舞われた時、うん、ものすごく困った状況苦しい状況になると思うんですね、えー、それがある地域で起きていた時このワーレスキューがその地域の皆さんに対してその周りからですね もう全方位で自分がやってきたこと、自分の普通のお仕事、そこから得た知識、スキル、経験、それとですね、このワーレスキューを通じた人材プログラムに出る、もしくはどんどんといろんな地域でワーケーションする、そのことによってできたつながり、こういったことを掛け合わせて、万が一の時にどこかのエリアの貢献、 ものすごい貢献ができるという、こういうことが実現できるのが、ワーレスキューのメンバーになるという、えー、ベネフィットだと思うんですね、恩恵だと思うんです。ですので、えっと、ぜひですね、どんな方でも OK! やる気さえあれば OK なので、あの興味があったら、ぜひ、まず一度、ワーレスキューのホームページ見ていただいて、そしてメンバーになっていただきたいと思います。そのことは、本当に大きく日本に貢献しますし、そしてですね、 このワーレスキューに入って人材プログラム受けていただいたあとは皆さんのワーケーションが防災ワーケーケションととといいいううものになっっててきますすすここれってすごいことだと思うんですね自分がワーケーションに行くことがどこかあるとき誰かの助けになるこんな関係性をみんなで持っていけたら日本は本当に素晴らしい国になると思うのでぜひお待ちしてますワーレスキューにいらしてください。一緒にやりましょう